こんにちは。現在、幕張の外通気圏にやってきました。やっぱり晴れて気持ちがいいですね。風がない分、ちょっと汗ばむ体感となっております。よく晴れて紫外線も強いので、皆さんも紫外線対策しっかりと行ってください。では、ここからは白爪ぐさを探しに行きましょう。あるかな？どこにありますかね？結構緑豊かなので、どこかにはあるかなとは思うんですけれども。ツツジはありますね。白爪ぐさありますかね？でもゆめちゃんが先ほどね、白爪ぐさ見つけていたということなんですけれども、本当にあるのかな？この辺？どこにありますかね。あれ？これじゃないですよね。あります？これ違いますもんね。果たして見つかるんでしょうか。皆さんの近隣の近くには白爪ぐさは咲いてますか？どうでしょう。なんかなさそうな気配するんですけれども、葉っぱ？これじゃないですもんね。さあどうでしょうかね。探して多分2分ぐらいが経過しているんですかね。さあ今はちょうど散歩中ですけれども、紫外線が強くて、ね、衣装もチェンジしてきました。もう長袖のシャツだと耐えきれないと思ったので衣装をチェンジしたんですけれども、それぐらいがちょうどいいですね。さあ探せますよ。これは違いますもんね。爪ぐさ検索、ちょっと検索して照らし合わせていいですか。白爪ぐさ。どこ。ああこういう感じ、ちょっと羽っぽい感じですね。ないですね。幕張には果たしてあるんですかね。どうします。ない場合は皆さんに送っていただくっていうことにしますか。そうですね。2本やったらない。ということで、皆さんぜひ空耳視聴にもありますので、ぜひ白爪ぐさのリポートを送っていただければと思います。さあこの時間帯はちょっとね、白爪ぐさ探しのために出てきたんですけれども、ここはちょっと一旦終了してきまして、アンプランキングのリポートを送っていただければなと思います。そしてですね、先ほどもキーワードランキングで入っていましたけれども、幕張周辺もちょっと白っぽくなっております。皆さんの地域いかがでしょうか。まだ白っぽくなっていても、ぜひ青空ランキングのリポートを、ね、送っていただきたいと思っております。ではリポートを送っていきましょう。送り方なんですけれども、こちらのプロフィール画面に移っていただいて、この中に青空ランキングといったところがあります。こちらをタップしていきましょう。スクロールしますと、このリポートを送るといった画面があります。ここからリポートを送ることができるようになっております。写真を撮って送っていきましょう。この際は太陽を見ないようにしてください。一番青いところを探します。このように青いところを探していただいて送ってください。あ、ちょっと太陽が入っちゃったので、もう一度いいですか。あーでもどこを切り取ってもちょっと白っぽいですね。写真を使用してコメントに入力していきます。白っぽい空です。このように感じたことを入力してください。影はっきりかな。体感は厚い。今と変化なさそう。感じたことを記入して、最後に更新ボタンを押してください。散歩がてら空の様子を送っていただければと思います。この後もたくさんの青空ランキングリポートをお待ちしております。